動画自体が弾かれてしまうので、ネットで情報配信をしたいですというご相談ですね。ブログ記事、この方の場合はブログ記事を書いて、やりたいと。ブログ記事の書き方、ブログ記事を執筆するにあったことでご相談いただいているんですけども、ネットで情報を配信したいという場合はですね、まあ、ブログ記事ですね、ビジネスブログをやっていくというのが一ついいんですよね。で、まあ、間違っても無料のブログサービスを使わないということですね。アメブロとかですね。まあ、アメブロもそうそう削除はないと思うんですけれども、やっぱりサービス側の規約変更とかでですね、まあ、いきなり理不尽な変更というのが何度もありましたので、過去にも。やっぱりドメインを取る、ワードプレス。ドメインというのはサイトを置いておく住所なんですけども、それをレンタルサーバーで、設置して、自分の、オウンドメディアですね、いわゆる、っていうのを持つというのがまず、一番重要なところです。で、まあ、サーバーは